志望校をどうするかってところを決定しないといけないんですけども、ただ挑戦してダメだったら、まあ、明治合格したら明治行きますってのはもう心が決まってるわけです。7月中旬ぐらいからちょっとずつ過去問に入らせて、最後数なんですよ。1日の勉強時間のトータルが11時間半になる。おで始まりました、ガムチチャンネルです。さあ今回は、はい、平田誠也どうも、はい、早稲田音楽塾代表の平田です。よろしくお願いします。そしてこんにちは、小畑信也です。小畑誠也ってのは言わないんですね。はい、小畑誠也はい、で、ということで今回ですね、早稲田合格塾に通ってる小畑君ということで、はいはい、第2の坂上オーディションで、うん、もう一人になっちゃいましたけど、第2の坂上ねえいや、よく生き残ったな本当によくぞここまでって、まあ、他が勝手に倒れていっただけなんですよくぞここまでって1ヶ月まだまだそうそうそう、まあ早稲田合格塾ってことなんで、はい、実際のその指導だったりとかどういう感じなのかっていうのが聞けるっていうことなんで、うん、ぜひ基本的に細々した参考書や問題集何使っていくかみたいなところっていうのはわりかし人によってまあそれぞれなので、まず彼みたいな浪人生を鍛える場合、一番手っ取り早く成績上げる方法って何なのかっていうと、まあ、現役の頃とかに使ってきたものを改めて復習し直すとか、そういうことが結構手っ取り早く成績が上がるもので、実は以前やったものなんかも大学受験が、しかも初めての試験がもうすぐ近づいてくるみたいな切羽詰まった精神状態の時にやってたものを一周回ってメンタル的にも落ち着いて時間的な余裕も出てきた今一度見直してみると、あの頃見えなかったものがバシッて見えてきたりするんで、うん、まあ、その意味合いでそれこそ英語の精読だったら基礎技術100なんかとかをやらせてみたりとかしてるわけですけど、年季入ってきたね。どう、もう砂場でこうやってるの？カメラに向けて。そうね、結構いい感じでしなびてきてるんですよね。今どれぐらいやり込んだんだっけ？そこバシって言えないとか。2週ぐらいやりました。2週ぐらいは、2週ぐらいって2週だろう絶対まあ結構基礎100なんかはね、もう意外とレベル高いからね、これしっかりやれるんだったら、まあ早稲田なんかでも大抵の学部は対応できますんで、よっぽど難しいものが別にしてですけど、これこのまま続けていくとして、どうですか、受験勉強がうちで始まっていって、講義なんかもねこう順調に消化してくれて、うちの過去の生徒たちなんかを見てても、割と僕らの中での、まあ、基礎力の定義みたいなものってのはいくつかあるんですけど、それが定着してくるのが大体100日ぐらいって言われてるんですよね。で、それがまあ、そう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 、100日後に進化を遂げる、お主のせいやぞ。早稲田合格塾、和ついてんだから、ワニにかけやすいから。かけられないよ。まあ、もうちょっとね、こう、しばらく、こう、我慢して、勉強していってもらって、去年やってきたものの定着度を高める期間。で、そっから足りないものとか、あるいはまあ問題集やっていく上でのこう得点力とかが見えてくるんで、いつも点数とか報告させてるし、ノートとかもねこう見せてもらってるわけですけど、まあその中でこいつからつけていかないとまあいけないなっていうのが見えてくるんで、そこをまた補強していくっていう形で、今後の小畑くんの展望としては、僕の中ではこう7月中旬ぐらいからちょっとずつ過去問に入らせたいなと思ってます。だから6月末ぐらいまでには早稲田を目指すのは当然なんですけど、早稲田も含めた志望校をどうするかってところを決定しないといけないんですけども、ここでですよ、うん、あなた明治受かってるじゃないですか、はい、どうするの、滑り止め平眼校、明治と学習院を回るところを考えます、うん、じゃあそこはもう覚悟決まってるのね。去年もう少し自分を試したくて明治蹴ってしまったけど、今年早稲田挑戦してダメだったら、まあ明治合格したら明治行きますってのはもうじゃあ心は決まってるわけな。はい、学部はどちらですか？商学部と経営学部と政治経済学部を明治は考えてて、うん、学習院はちょっと今経済ぐらいしか考えてない。ああ、うん、そういう感じなんですね、うんうん、学習院か、大丈夫かな、駅隣だよ未練タラタラになっちゃいそうだけどねで早稲田ではどちらを受けるんですか？社会科学部と商学部、うん、教育、うん、でもしかしたら文分校も受けるかもしれないです、うんうん、大体こう早稲田合格塾では 3,4,2 っていう数字が割と平均的なところとしてあるんですよ。これ何の数字かっていうと、まあ、まず早稲田が3つで、マーチラインで4つで、それ以外で2つっていうのが割と平均的なところで、あとはまあそれぞれのコンディションに合わせて、こっからこう例えば早稲田どうしても行きたいから4つ5つに増やしてみたりとか、あるいはちょっと自信ないから早稲田2つぐらいにしといて、マーチを5つ6つぐらい用意してみたりとか、人によってこう分かれるんですけど、まあ小畑くん去年一応マーチまではこう取っちゃってるんで、ある意味僕攻めてもいいのかなっていうふうに思ってて、だからまあ早稲田をこうもう4つ5つローラー作戦で行ってもいいと思います。なのでもう受けられるだけ受けていきましょう。はい、本当そうなのよ。これねバカにできた話じゃなくて、結構それなりに力上がってきた子っていうものを、じゃあ最後どこで
合格率を高めていくかって、アマチュアっぽく聞こえるかもしれないんですけど、最後数なんですよね。力ないやつが何個受けてもダメなんだけど、力あるやつが戦いの場所が1回や2回だと何か起こっちゃう時って起きちゃうんだけど、まあ、3つ4つ5つって増やしていくと、力があるやつだったらやっぱり1つ2つ絶対取ってくるんで、それでも取れなかったらもうちょっとこうあなた力がないよねってところでごめんなさいって話になっちゃうんですけど、だからまあぜひねちょっと数は増やして受けてほしいなというふうには思いますかね。じゃあ志望校はそんなこととして、で僕が戦術会議やあるいは普段の授業やフィードバックの中でもすごくこう重視して考えていることに、やっぱ生活習慣があるわけですよ。早稲田合格塾の、まあ、指導の特徴としてかなり生活にこだわるっていうのがあると僕は思ってるんですよね。中にはバイトしてるやつとか特殊なやつとかもいたりするんですけれども、小原くん今生活習慣はどんな感じですか？7時半から8時には起きて、うん、まあ、10時ぐらいには自習室に着くようにして、うん、そこから夜の10時ぐらいまでやって、あ結構ずっともう自習室にいる感じなんですね。あ、はい、うん、午前中どれぐらい勉強時間確保できてますか？10時から12時までですね、うん、午前中。なるほど、ちょっと少ないかね午前中3時間欲しいです。これまず修正してください。自習室にもっと早く行った方がいいって。まあそうだね、だって7時半から8時に起きて10時に自習室作ってどんだけ自習室遠いんだって話になっちゃうじゃない。はいまあ2時間何してんの？なんかヨガちゃんですかね。ヨガではない。何してんの？何してるんだろうっていうしょ。そんなんダメだよ受験生で何してんだろうとかあり得ん、そんな、うん、まず浪人生の方として午前中3時間の勉強時間を確保してください。いいですか？これ重要です。で午後っていうのはお昼の12時から夕方6時ぐらいまでのことを指して、うちの塾では午後っていう言い方をしてるんですけど、この午後で2時間かける2セットの勉強時間を確保してください、うん、で夜、なるほど、午後と夜は別って、ね、あ別です別です。午後とかじゃないのね。違います違います、はい、で、もうさっさっさとはい、夕方の6時から夜の、まあ、12時半ぐらいの寝るまでの時間、ここを夜という言い方をしてるんですけれども、この夜の時間で、まあ、3時間の勉強時間と、そして、まあ、うちの塾ならではの勉強法である1日の最後の90分間のリバウンドの時間っていうのを設けてるわけですよね。まあ、こうリバウンドっていうのは何かっていうと、そうまさにバスケットやってるとシュートしても取りこぼしがあるわけですよね。それをもう一回キャッチしに行くのがリバウンドなわけなんですけれども、まああれになぞらえて、そうそうそう、マジでうぜえ坂上とやってくれもう一回一日の最後にその日やった勉強内容を総復習すると。で人の記憶や理解っていうのは、こう寝ている間に前頭葉から側頭葉に情報が整理整頓されて、で短期記憶が長期記憶になっていくっていうのがメカニズムなので、それをねこう利用して寝る前に一日を総復習してみようっていうことやってるんですね。でまたこの90分で1日の勉強内容を総復習するっていうのは、これスピードのトレーニングにもなります。なるべく早く正確にっていうね、ね、まあ結構いろんな意味合いを込めた、まあうちのね、トレーニングメニューになるんで、まあそれをね、必ずやるという。これをね、リズムにしてほしいんですよね。で、これね、3時間、4時間、3時間、プラス最後、1時間半、全部やりきると、1日の勉強時間のトータルが11時間半になるんですよ。それでいて、夜12時半ぐらいに寝て、まあ朝7時半から8時ぐらいの間に起きるってなると、まあ7時間以上の睡眠時間は確保できてるんですよね。うちの塾はね、あと勉強時間はこれだけ、11時間半やらせるんだけど、勉強以外の時間もすげえ大事にするんですよ。どういうことかっていうと、やっぱね、勉強をしっかりね健全にやっていくためには、パフォーマンス高くやっていくには、生徒本人のコンディションが悪いと入るものも入っていかないというかね。僕は受験生のことはアスリートって呼んでるんですけれども、結構受験生ってね、勉強内容おすすめの参考書なんですかとか、やり方はどうですかとか、こういうのはすごい聞くんですけど、受験生本人自身のコンディションのことをねあんまり考えるやつっていないんですよね。例えばだけど、サッカー日本代表とさブラジル代表が戦ったらさ、どう考えたってブラジル代表がまあ十中八九勝つじゃないですか。ブラジルサンバ代表かもしれない、うん、そんなことあり得るかな。そんなことブラジル代表だけど、じゃあもしブラジル代表の選手たちが足骨折してる状態とかお腹痛い状態での試合だったとしたらば、これやっぱ日本代表勝てるじゃないですか、うんうん、っていうふうに、やっぱコンディションがちゃんとしてないと入るもんも入ってこないし、同じ勉強をやるにしてもコンディションのいい小畑くんとコンディションの悪い小畑くんとでは、やっぱこれ違ってくるんだよね、入ってくるものがね、うん、だから僕は4つ勉強以外の大事なことをねちょっとこうやってほしいがために、1日の勉強時間以外の時間っていうのをある程度多く設けてるんですよ。